はい、どうも皆さんこんにちは、ミザです、本日はですね、エルバブマンデブーの風を感じたい動画ということで、バブエルマンデブーだ多分俺今度からしばらく間違えていくんだろうな。こちらの武器なんだけれども、奈落の技巧になってるんですよ。で、奥義効果も気になるんですけど、まあ、あのスキルが、レベルを150にすると120にすると技巧2になると。で、今まで技巧2ってまあなかったんですよ。まああるとしたら、あのマグナ方陣渾身が一応技巧2になったのかな。例えばだけど、あのグリームニルのこととかラストストームハープとかが技巧2でも、ちょっとあれ技巧2って言って技巧大みたいなところあるから、まあちょっと実際どうなんだろうね、わかんないねみたいな感じの状態だったように思うんですけど、そうですね、ここ技巧2なんだけど技巧大で、まあちょっと真の技巧2が来て、でまあ初めてのスキルだったんですよ。で、まあ効果量が実際どんな感じなのかわかんないねみたいな感じだったんですけれども、まあちょっとなんか知り合いが、まあ2本作ったバブエルマンディブ2本作った知り合いがいるんですけど、2本で両面仮眠死じゃクリティカル確定ではなかったと。ただ、あれだね、これブルトガングを1本プラスバブエルマンディブを2本入れたら、クリティカルが出なかったところをほぼほぼ確認できなかったみたいな。まあ確認できなかったのかな、現状はね。っていう感じで、もしかしたら、だから 12% みたいな話じゃねえかな、みたいなことを言ってましたね。はい。まあ少なくとも2本でクリが確定ではなかった。ブルトで、まあほぼほぼ確定だったみたいな話だったんで、ちょっと今回はその風を感じたいなと。エルバブマンデブの風を。うん。で、ちょっとこの編成組んでみました。はい。で、まあこの左下2枠。これが、真意中なんですよ。そう。で、バブエルマンデブって、技巧2プラス真意中なんで、あの攻撃スキルが乗ってないこの状態だったら、これを、ダメを 1.5 倍すれば、あれなんじゃねと。1.5 倍するだけでもうこれ、クリ確定、実質クリ確定を想定できるから、はい、まあ、これでダメージ 1.5 倍すればバブエルマンデブになるんじゃないかという想定のもとに、夢を広げていきたいという動画です。はい。今回の動画はそんな感じになってます。はい。ということでやっていきますか。いや、でもさ、あの、3本、てか、ブルトガンクって今でも正直入れられるんだよな。うん、今でも正直入れられるから、なんか普通にそれでクリが確定できるんだったら、まあ、真意中ってのは熱いよな。まあ、バブエルマンデブ、俺もともと、なんつうんだろう、いや、土に欲しいとか言ってたけど、なんかそこまで 12% って言われたらすごいよな。だって、まあ、技巧大が 10% なんですよ。技巧大 10%、技巧中が、なんだっけ、5% だっけ、スキルレベル15。7.5 か 7.5、 10% で 12% になるのか。うん、そう考えたらな、熱いよね。まあ、ちなみに石は紙石固定になるんだけど、紙石紙石になるんだけど、そんなにリスキーじゃないよね。紙石紙石、闇属性って結構もうすでに紙石紙石やってるから、なんかそれでなんか別に問題ない。なんかこう紙石紙石に固定されたところでみたいな、むしろ HP が増えまんがな、おまんがなみたいな感じですよね。 HP が4万9000ぐらいか、高いな。こうやって見てみると。だってもう、真意で、武器捨て的には下がってるから、エルバブマンデブと比較するとね。そう考えると、おそらくこっちより HP がもうちょっと上がる。なんならもう5万狙えるんじゃない?主人公。と考えると結構 HP が高そうかなっていう感じです。はい、じゃあ殴ってみましょう。殴りダメが、あ、そうそうそう。今のクリティカル見た?今のクリティカルのダメがバフなし、デフォで出るみたいな感じ。今4万ぐらいだったけど、これが、ほら、4万だったけど、実際6万出るっていう想定じゃない。デバフなしで6万ってやばないこれ。すごいよな。デバフなしで6万か。え、だってデバフありでやったら、ちょっとじゃあクリティカル、あ、クリティカルじゃないわ。芝ちょっと使ってみたいな。でフレイシー芝使ってみてさ、どんぐらい出るか見たいよな。フレイシー芝使ったら、まあで、デバフなしで120万出るんでしょ。まあ、防御値が低い相手も、想定っていうのはもちろんだけどさ、それにしてもすごくない？え、だってもう防御低下入れたら加減安定して出るくないですか？え、それだったらなんか渾身入れるってのは全然可能性の塊だよな。え、どうしよう、作ろうかな。もう早いんだけどさ、気が。ごめん、ちょっと待ってよ。気が早いよって思うかもしれないけど、まあ、大体スナグリ40万ぐらいですよと。大体スナグリ40万ぐらいですよ。あのクリティカルが出たと想定したら、大体60万ぐらいですよっていう。あれでしょ?ねえ。ニーヤってこれ LB クリ普通だっけ?なんか妙にクリ出てるけど火力が低いな。
41万。あ、そうだ、クリなしで、今クリなしで41万だから、だいたい60万ぐらい。謎のクリティカルが出てたな。何のクリティカルか分かんないけど、まあ、こういう感じの、まあ、これをダメを 1.5 倍したこのクラリスのダメが出てくれるっていうことだよな。そっか、それだったら渾身枠でさ、渾身枠も全然ありだよね。渾身枠で考えるのも絶対全然ありだし、なんなら排水で技巧確定してもいいしな。そう、排水で技巧確定っていうのもちょっと面白いなと思ってんだよね。武器枠が少し厳しいけど、その話はちょっと後でしようか。これでまあまあちょっと待って、まあ、で、デバフをかけたら、だいたいどんぐらいダメが出るのかというと、まあ、これデバフ。これ防御加減状態で殴った想定ね。クリ出てなかったら68万。クリ出てなかったら64万。ということは、これに 1.5 倍されるから、クリ出てなかったら90万ぐらいダメ出てるんですよ。90万ぐらい。もうだいたい防御値だって12とか、13、14。防御値12の敵だったら加減いくかな。HP100% 時点ならね。っていう感じだね。じゃあちょっとこれクリティカル出るのをお祈りして芝出してみようか。さあこれでクリティカル出たらどんぐらいダメ出るの、いきましょう。おお、クリティカルなしでも150万で、今クラリスが170万、これがおそらく上限かな、ダメージのね、ダメージの減衰と突撃してる感じだけど、クリティカル出てなくても150万出てるから、ってことは多少 HP が減ったところで、多少 HP が減ったところでさ、減衰を安定して出せるんだろうな。え、すごくない？え、これなんか新時代だな。バブエルマ、エルバブマンデブか。エルバブマンデブで言い続けよう。脳裏に刻むために。会話に覚えさせるために、俺の。え、強いね。そっか。え、だってもうこれで、なんならこれで強いじゃん。ぶっちゃけ。フェリのダメさ、65万だけど。フェリのダメ65万でもまあなんだかんだ強いじゃん。一番火力低いフェリが。でもさ、ここからクリティカルが発動しますよ、どうぞニゴニゴって言われたら、もうアヘだよな、アヘ顔しちゃうよこれ。え、すごい強くないこれ。なんか可能性の塊な気がするな。すごっ、すごいな。俺マジで作ろうかな。うわー、マジで作ろうかな。 M はマジで作ろうかな激悩んじゃうな。激帝国過激団だな。ということでね、まあ、とりあえず渾身編成はこんな感じでしたね。あ、まあ、渾身週末に関してはあれですね、週末渾身プラスチェンバ上限、通常上限を入れてないから、ダメージの上限が、芝殴りのダメージの上限が170万ぐらい止まってたよっていう感じだな。で、メイン武器を一応パラゾニウムにしてて、もう何でも好きにござれみたいな感じだから、まあ、そういう意味で武器枠は空いてると考えてもいいですね。もう一個俺排水で使ってもいいんじゃないかなって思ってるところがありまして、それがまあこの編成だね。これ今アルバハで使ってる編成なんだけど、まあ例えばだけど、この武器編成だったらフォールンソード空いてるよね。フォールンソードが空いてるんで、例えばじゃあこれを荒れ想定にすると、ヘルマニビス、まあこれエルバブマンデブのあれね、エルバブマンデブ想定にして、もう一個エルバブマンデブ想定のやつが、マジェスタスがないんだよな。マジェスタスがないから、どこかになんかいいやつがどこかにいいやつがないかな。後陣中スキルレベル15が欲しいんだよな。そうだもんなちょっとあれチラって見たけど、チラそうだよな、違うよなみたいな、どっかにあったっけ。まあ多分探せば、ブラック&ダークネス、いや大か、クソお前強かったのか、中になってほしいな、下がってほしいと願われる武器、ブラック&ダークネス、かわいそうに、そんな私が拾ってあげるわ。ちょっとじゃあこれにしよっか。ちょっとショーだけど、まあディアボロス棒で似たようなもんだろう。もうちょっと上がると考えよう。で、この下の3セットがクリ確定ゾーン、まあまあ、ジェスタスは欲しいよね。あと武器枠1本どうするかぐらいじゃない。あとこのグラーシーザーをちょっとどうするかで、ちょっとデモンアドボケイトはちょっとダメがブレすぎるんで、メイン武器はちょっと自由にしよう。デモンアドボケイトメインはちょっと悪いわ、うん、数字的にちょっと見るのは悪いわと思ったんで、これでちょっと見てみようか。防御加減がないな、防御加減がないね。ミゼラブルミスト用意しようか。まあ、ミゼラブルミストなくてもいいと思うんだけどな。なんか
ダメージ的にはさっきよりも高くなるから、なんなら HP60% でもね、なんなら高くなるんじゃねえかなと思ってて、じゃあこれでいきましょう。はい、でここの今のスナグリが、あーまあ非排水だったらだいたいこれでまあクリ確定してても、まあ20万いくか否かぐらいだな。20万いったら御の字ぐらいのダメージなわけだ。でここから根弱を使うと、まあ根弱使ったら減水、1打目はまあまあ減水出るかな。うん、これ減衰かな。あ、俺あれつけてねえんだ。アルバハ想定部編成なんで、あれがついてない。変種武器がついてないわ。ちょっとそれだけ見といて。まあ、ただダメージ的には減衰が今現在は出てるっていうような状態だね。57万。あ、ここから減衰が出なくなってるかな。ここから減衰が出なくなって、もうここはやばいかな。なるほど。まあ、41万。41万か。あー。なるほどね。ここからクリティカルが出ても、まあ大体45、6万ぐらい。まあさらに被弾想定だったらもうちょっと火力が上がるし、メイン武器がグラシーザーってところでデモンアドボケイトにすればもうちょっと火力が上がるのに、ただまあ今はここ、みたいな感じだな。はい。でもさ、こっちでも排水編成でもクリティカル積むって全然ありじゃないですか。ね、なんか排水編成でも全然クリティカル積んでいいような気がする。これ防御低下 35%。 まあ加減に行けば出るけれど、ただやっぱそうなると武器枠がきついよな。排水編成だったら、排水編成なら少々武器枠がおきつになられましてよかもしれないけれども、まあそうね、まあありかもしらん。まあメイン武器がさ、例えばこれ EX 工事デモアドボケイトとかじゃなかったら火力的に割とボッコリ下がっちゃうから、まあそこで武器枠が厳しい。宿なしとかも入れたいしね。排水だったらコルル採用すんの、じゃあコルル採用するんだったら宿なしとか入れなきゃみたいな感じで、まあ排水っていうとグラシーザー減るんじゃないかな。日本とかなんじゃないのこれ。これどうだろう。なんならだって結局工人代で工人2でしょ。工人2が1本消えるだけでしょ。まあだけじゃねえんだけど、だけではないんだけど、まあ工人だけの想定で言うんだったらブルトガングが工人2本分持ってるでしょ。工人ショート工人特大持ってるし、エルバブマンデブが工人中央2本持ってるじゃないですか。でグラシーザーも工人持ってるし、で通常の絶対否定もおそらく通常シーン入れてると思うんだけど、まあ、工人分、通常工人分で言えば割と稼げてると思うから、まあこんな感じの武器編成なのかな。でメイン武器デモアドボケイトみたいな、うん、こんな感じになるとアルティメットバハムードになるんじゃないかなと思うんだけど、じゃあここから天使武器入れるとどうすんのっていう話だよな。天使武器入れるんだったら何抜くのっつう風になったら、おそらく宿なし抜くことになると思うんだよね。そうなるとまあ速度出すには少し不適当かもしれないみたいな感じになるかもしれないな。あ、そういう意味ではやっぱ渾身武器に、渾身メインになっちゃうんだろうね。渾身に入れるんだったらやっぱ今までそのフォールンソード6本、うん、今までフォールンソード6本でぶち戦ってた、あれがぶち戦ってた編成が、そちらの方がね、3本、つまり俺がフォールンソード持ってるの3本だから、ちょうどよーくクリティカル確定枠にぶっ込めるわけよちょうどよーくクリティカル確定にぶっ込めると考えると熱いな。いやでも今これのダメすごかったね。だってこれでクリ確定ですごい熱い。あ、新時代だな。来年のメタなのかもしれんな、技巧は。来年のメタなのかもしれん、エルバブマンデブは。ということで、まあ、皆さんももしよろしければ、まあ、もしなんか、エルバブマンデブ2本作ったら教えてください。こんな感じでしたよ、みたいな。俺はまだ妄想を広げるだけですげえ悩んでるんだけど、はい。まあ、ちょっとなんかね、新時代の訪れを感じる、この 1.5 倍するだけで、しこしことね、1.5 倍するだけで夢を感じちゃってる貧民の俺だけど、まあ、もしなんかできた人は、よかったら、その使い心地みたいなの教えてください。これでも楽しみだね。作る価値ありそうだね。というような話でございました。そんな感じで、エルバブ・マンデブの風を感じに行く動画でした。またお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。